はい、はい、サブチャンネルなんですけど、はい、これやばいよ。これ買ってきたんだね。はい、これ絶対簡単だ。どんくらいの量あんのそれ。 1.5kg。 無理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 で、いいから食べよう。でも消費期限今日じゃねえか。そうだから今日買わなきゃダメ。やば、あれと。はい、でしかもコストコこんな量あって本当に美味しいのかっていう、その量を作ってるだけじゃんっていうちょっと疑問もあるじゃん、うん、とりあえず食べないと分かんないからね。ありがとう。やばい、美味しそうです。美味しそうだよね。美味しそうです。こちらね。おい、いけるわ。うまい。ちょっと超美味しい。どんどん食べよう。むしろ向こう。はい、いただきます。あ、余裕。いただきます。本来だったら一口っていうか一回分の量をどんどん食えんのってすごい幸せだよね。こんな幸せな企画ないね。いただきます。あ、美味しいよね。めちゃくちゃ美味しいですね。あ、これ全然、え、すぐ食い終わっちゃうんだよ、こんな。ね、見てみ、俺もうこんな食ってる。でももういけない、これ俺4、ここはいけるわ。4分の1いや、3分の1いかないと。で、4分の1で。でも、余裕だよね。余裕だよね。いや、食えるね。美味しい。じゃあなんか、クリームだからサクサク食えちゃうね。でももう開始5分ぐらいでこんくらいまでないですかね。4395。おお、大したことないな。1人1500ぐらいだな。じゃあ全然余裕だな。え、どんくらい1日でカロリー摂取してんのね。え、必死は食わないでしょ、そんな。でも必死でご飯行くと結構食うよね。食べますね。食うんだ。最近太ったってすげえ言われるんですよね。俺と飯食いっから、はい、マジ。それこそ富永さんがツイッターに上げた画像を見て、うん、それを友達が見て必死太ったね。今まで今日はたくさん食べよう、うん、明日からのやつすればいいかな。今度は俺とランニングしに行かないと。皇居の周り走んない。一回やってみたいですね。やろうぜ。きついぞ。来年東京マラソン一緒に出よう。いや、俺と食レポ行った方が楽だぞ。まあ、それは本当にそうです。美味しいし、美味しいし、楽しいし、はい、楽しいけどな。ランニング。うん。で、好きな曲聴けるんだよ。いや、別にこっちも聴けるわ。こっちもめっちゃ聴けるぞ。食いながらな。てか、カンタこれしか食ってないよ。いや、ここは、ね、いや、分かった、取ってあげるよ。カンタを食べなきゃいけない分を、俺が。よしよ。え、よしお。なんでよしお呼ぶの。これぐらい食べて。やばいじゃん。JK じゃん。黒いし。JK じゃん。前の持ってた部分めっちゃあったかくなってる。わけわかんないんだけど。でもお腹いっぱいになってきましたね。うん。マスが今ダイエット中だの。マス呼ぼう。かわいそうだから。マス。マス。どうしました。はい、ちょっと来たよ。はい、これ、マジで大丈夫？食べていいよ。なんで食べない？なんで食べないの？ダイエット中だから。いや、ダイエット中じゃないにしろこれは無理です。でも夜あんま取んないようにするんでしょ。夜はあんまり取んないようにします。夜それ食うか、どっちか。夜それ食うか。夜それ食うか。夜これを食うんですか。夜それ食うか、今食うか。やだ、もう、だって。やだ、もう、だって。いや、うん、うわ、うまっ。うまいでしょ、ダイエット中。いや、うまっ。ダイエット中のティラミスうまいでしょ。うまっ。ありえない。あ、おいしい。甘いもの食べるの普段。食べない。でもあったら食べちゃうんですよ。そう、だから食べるでしょ。あったら食べちゃうのに、そこに置くんですよ、この家は。大丈夫な。じゃあ、いつもの感じにする。じゃんけんで負けたらしいっすよ。じゃんけんでっていうのやりだしたら。じゃんけんで食べた人は損になっちゃうよ、今まで。ん、今まで頑張って食べた人が損らしいっすよね。で、俺な。それじゃあ俺がいっぱい食ったら、で、俺と一緒のとこまで食う。いや、じゃあもう全部だよ。いや、もう無理です、それは。じゃんけんで、じゃんけんで負けた人がスプーン一杯。はい、僕最初はグー、じゃんけんぽい、はい、これでしょ。違うんですよ。最悪だよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おぉ、よし。何、なんかテノール歌手いるね。最初はグーじゃんけんぽい。おい。すごい。はい、あえて俺はグーを出してるからね。次何出すかなっていう話。あ、俺らの心理戦を仕掛けてるね。いや、もううなずきでぶつかってるじゃん、ティラミスに。
いや、ややこしいからやめて、うん、ややこしいからやめて、出したみたいになるからやめて。最初はグー、じゃんけんぽい。よーい、何してんだよ。なんで自分を追い込むの。なんで追い込むの。俺らパー出すの分かってる。次何でさかな。いける。なんかややこしいよ。ややこしい。浮いてんだろうけど。最初はグー、じゃんけんぽい。おい、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。こいつグーで負けた。しゃーい。で、俺は今チョキを出したよっていう話だね。なるほどな。こいつ、裏切るときあるなって思わせた。もう俺は信用できないぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。あはい、こでしょ。よし。あいこでしょ、うっ、あいこでしょ、うわぁ、おい、素晴らしい、素晴らしいよ、おい、これじゃなくてだ、あいこでしょ、あいこでしょ、はい、まず、あえて、2回負けとくことによって今後負けなくするって言ってくれた。最初はグッ、じゃけんぽい、あいこでしょ、よっしゃ、ここに来て。最初はグー、じゃんけんぽい。よし、最初はグー、じゃんけんぽい。あああああ、リアクションしろや。何にも言えないじゃん。ティッシュいいですか。見ちゃった、見ちゃった。なんでボーっとしてんの。もうボーっとしてるじゃん。でも綺麗な新しい作りだから撥水性がいいっす。いや、フォローがいい、すごいな。最初はグー、じゃんけんぽい。いやー、ごめんな、ヒッシー、俺は勝つぞ。いや、俺も勝ちますよ、負けないです。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。やったー。なんでだよ。なんでだよ。食卓にハンマー置かないで。なんでハンマー持ってんの。サイコパスじゃん。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。よーし。あー、やば。あー、怖っ。ハンマーでこうやってやってんだけどね。あー、やばい。何、食えない。なー、トゲ壊したらな、止まんのかな。何か、トゲ壊したら時間止まるかって。モモの世界じゃん。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。いや、でも美味しかったですね。美味しかったね。はい、言ってよかった。これ1000円ってすごい安いよね、はい、こんだけ腹いっぱいになって。で、言ってみたらだってさ、1人400円でさ、はい、こんだけ腹いっぱいになって、いいですか、来てもいいか、来てもらっていいですか。素晴らしい。いや、だから、ね、疑惑を呼ぶからすぐティッシュ持ってどっか行くのやめて。疑惑がすごいから今寝ちゃったから。コストコなんやっぱ楽しいよね。こういうのはね、こういうのいいね、やっぱあるとね。はい、ということでサブチャンネルでした。ありがとうございました。なんでみんなお辞儀してる時こうやってやるの。